こんにちは、レオです、結構いろんな YouTube クリエイターの方々とお会いすると、その時に好きなクリエイターについて話を聞くと、よく海外のクリエイターとして名前が挙がるのがピーター・マキノンです。僕も例に漏れず彼の動画がすごく好きで、ずっと登録して見てるんですけれども、どんなチャンネルかというと、動画のティプスとかカメラ機材の紹介とか、まあ、そういった映像系のこと、あるいは撮影系のことを、ティプスを紹介しているチャンネルです。で、登録者数が何百万人といて、で、彼が数年前に流行したことによって、今この B ロール文化というか、YouTube でもしっかりこうかっこいい映像を撮っていくみたいなところが、まあ、彼だけじゃないですけど、まあ、彼が流行して、まあ、一つそういう流れがちょっとできたっていうような、まあ、そういった、YouTube クリエイターでかっこいい映像を撮りたいと思ってる人は多分すべからくみんな知ってるようなクリエイターがピーター・マキノンです。そんな彼が、ぐいぐいチャンネル登録者数を伸ばしていた時にやっていたシリーズっていうのが2 Minutes Tuesday っていうものでした。で、この2 Minutes Tuesday は何かというと、毎週火曜日に2分間2 minutes 分の、tips を紹介するっていう、まあ、チュートリアルみたいなシリーズでした。で、これが非常によくできたシリーズでした。というのも、チュートリアル動画って結構冗長になりすぎで、画面だけがずっと映っててブツ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 って喋ってるような、そんな動画だと結構飽きっぽくなる、飽きやすくなるっていうのが、まあ、チュートリアルの難しいところなんですけれども、ピーター・マキノンのチュートリアル動画は結構ずっと見ていられるし、見ていても飽きないし、すぐ一瞬に感じちゃう。で、モチベーションが上がるし、見ているだけで自分もその編集ができるようになった気になれるみたいな、まあ、そんな、モチベーションを上げてくれるようなすごくいいチュートリアル動画のシリーズがありました。なので今回はそんなピーター・マキノンの動画の2 Minutes Tuesday のシリーズから、100万回再生されたスピードランピングっていう動画の編集技術を紹介した動画の分析をバックワーズでしていきたいと思います。バックワーズとは巻き戻すという意味です。僕がすごいなとかかっこいいなと思った動画を動画から遡ってストーリーボード化してみて、何がそんなにすごいのかっていうところを分析していくのがこのバックワーズです。気になった動画を自分なりにガチで研究していくんですけれども、学術的な研究とか統計的な研究ではないので、あくまでエンターテインメントとしてお楽しみください。今回もまず3分39秒の分析対象動画を一旦全部ストーリーボード化しました。今回作ったストーリーボードは動画の最後にご紹介します。ですが、まずは早回しで前編を見てもらいたいと思います。それではピーター・マキノンの How using a speed ramp can improve your videos です。どうぞ。それではまず、この動画の構成を説明したいと思います。ざっくり言うと、2分間のチュートリアルを1分間のイントロと30秒間のエンドトークで挟むっていうような感じで作られています。で、もっと詳細に分析するとこんな感じです。ということで、ここからは各パートが果たしている役割を分析していきたいと思います。まずはアバンからです。アバンは10秒あります。一般的な用語の説明になるんですけど、アバンって何かというと、イントロの前に入る短い動画のことです。で、そこで視聴者の注意を引きつける役割があります。この動画のピーターの場合、まずいきなり大きい声で Ladies and Gentlemen って言って、少し溜めて視聴者の注意を引きつけます。で、大きい声を出すので視聴者はちょっと緊張するわけですね。で、そんな感じで緊張をさせといた上で、急に脈絡もなくケメックスを出してコーヒーの話をしだします。そうすることによって視聴者の緊張がちょっと緩みますよね。この緊張して和らぐ感じ、つまりお笑いでいうところの緊張の緩和を、この冒頭の10秒のアバンだけでやってのけています。これがこの動画のアバンです。Ladies and gentlemen, put your hands together for... Going, but I did fill my Chemex with beans so that my office smells like coffee. Awesome. 次にイントロが入ります。イントロのアニメーションはなんと10秒もあります。10秒イントロアニメーションを見せるって結構大変なんですけれども、まあ、多分アバンでね、注意を引きつけてるからこそ見てもらえる長さなんじゃないかなと思います。そしてBut's up everybody! ピーター・マキノン here! っていう定番の自己紹介と挨拶が入ります。まあ、もうちょっと分かりやすく言うと What's up?
皆さん、everybody、ピーター・マーケノンですよっていうことなんですけれども、これがね、ピーター・マーケノンを知ってる人はみんな、あ、ピートといえばこれだよねっていうことを言うぐらい、すごく定着した挨拶です。で、まあ、アイドルとかって結構みんな自分独自の挨拶を作りますよね。なんか、私はこれこれが好きで、なんかこうだから、この名前がこうで近い名前となんかリンクしてますよとか、なんかいろいろ皆さん考えるじゃないですか。で、基本あれと一緒ですよね。ピーター・マーケノンも、挨拶をしつつ、その一瞬の中に自分の名前を覚えてもらう話と、あと自分のこうキャラクターというか勢いがある感じを全部見てもらうっていう凝縮された、自己紹介、そして挨拶がここにあるっていう感じです。まあ、つまり毎回自分の名前と印象的な挨拶を刷り込んでいく、視聴者に刷り込んでいくっていうのが、この自己紹介パートの役割です。What's up, everybody? Peter McKinnon here, and welcome back to yet another 2-Minute Tuesday. It's so good to have you. そして本日のテーマについて46秒で語ります。まずは端的に本日のテーマは何なのか、そしてそれを学ぶとどんないいことがあるのかということを話します。そしてさらに重要なのが、このやり方、自分もこれまで知らなかった、最近まで知らなかったやり方なんだよっていうことを、ここで正直に言ってしまっていることです。これを言うことで、このやり方を全く知らない視聴者の人は、自分と同じ目線で語ってくれるっていうことで安心しますし、一方で、もうこのやり方を多分知ってるっていう自覚がある視聴者の人には、どれどれ見てやろうじゃないかみたいな感じで見てもらうことができる。つまり自分も最近知ったんだよっていうことで見る人の心理的なハードルを下げてくれる、そんな役割を果たしています。 Today's topic, we're talking speed ramping. This is R, if you're like me, I didn't even know this technique was used this particular way, how I'm going to teach you in Premiere Pro. I had no idea it even existed. そしてここから1分58秒のチュートリアル本編が始まります。スクリーンショットで画面キャプチャーを見せながら説明していくスタイルです。ビデオコンテに実際書き起こしてみると結構退屈な時間だなというふうに思いました。画面構成的にはそんなに特徴的なことがなくて、割と2分間ずっと同じ絵が続く、同じに近い絵が続く、そんな、チュートリアル本編になってました。なのにこの感じで2分間楽しく見られるんだから、よっぽど最初のイントロの部分で、見たい気持ちにさせているっていう、そこがすごい重要なんだろうなというふうに逆説的に気づくことにもなりました。唯一絵作り的に緩急になっているのが、詳細を見せたい時にその場所にズームするっていう、そういう演出です。そこをズームして拡大することによって、当然分かりやすいっていうメリットもあるんですけども、それだけじゃなくて動画にいい感じで緩急を持たせる。まあずっと画面全体が映ってると2分間同じだからちょっと退屈で眠くなっちゃうんだけど、そこで少しでも画面の変化を持たせるためにたまに拡大させるとか、まあそういった工夫をもしかしたら意図的にしてるのかな、あるいは結果的にそのズームがそういう役割も果たしている、そういうふうに僕は感じました。Once you've clicked on that ramp and dragged it out, you can see these little handlebars here. And if you turn those to the left... そしてチュートリアルが終わったら本日のテーマのまとめが入ります。これが14秒です。印象的だったのがチュートリアル終わりにとてもいい笑顔で迎えてくれるところです。いい先生の一つの要素って、褒めるのがうまい、叱るのがうまいっていうところがあると思うんですけれども、このピーターの場合は、まあ、2分間勉強してきて、よし、一つ身になったぞって思った時にすごくよくできましたって褒めてくれているような、そんな感じに、なりました。 So that's it for me guys. I hope you like this video. I hope you get something out of it. And more so, I hope you actually use these techniques in your edits. They're so much fun to use. そして最後にチャンネル登録してねっていう話とか、また見てくださいねっていう話とか、要するにいつものエンディングトークを9秒間して終わりです。Okay, so hit that like button if you like this video. Smash it if you so desire. That hurt my fist. で、こんな感じで分析をしてみるとよくわかるんですけれども、チュートリアルの2分間ではピートは特に変わったことはしてないんですね。じゃあなんでこの人の動画をこんなにずっと中毒のように見てしまうのか。これはアバンからイントロまでの1分強で視聴者の心をわしづかみにしていくから。そして話さないからなんじゃないかなというふうに僕は分析しています。で、アバンにおける緊張の緩和の話はもうすでにした通りです。ピーターはもともとテーブルトップマジックとか、あとスタンドアップコメディとか、まあ、そういうところを、まあ、経てきているみたいな話をどっかで見たことがある
気がするので、そこら辺ね、もともとその目の前のお客さんの心をつかむっていうことには、まあそういうタレントがあるというか、そういう経験があるんだろうなということは、まあ前提としてそれはあります。だけどここではそこじゃなくて、もう少し一朝一夕の訓練でできそうな、自分でも、訓練すればできそうな部分に着目して、もうちょっと分析を深めていきたいと思います。それがジェスチャーです。ジェスチャーです。ジェスチャーです。ピーターは話してる時の身振り手振りがすごく多いです。ということで、ここから後半は、ピーターのジェスチャーについて、より深く分析していきたいと思います。この動画、3分39秒の動画なんですけれども、そのうち1分58秒は画面が映っているだけです。つまりチュートリアルの本編の部分ですね。で、その他にも B ロールが13秒あって、さらにオープニングが10秒あるので、残りの約1分半弱の A ロールから、ジェスチャーを取り出してみると、全部で33回ありました。これはどういうことかというと、3秒に1回以上、ジェスチャーを何かしているっていうことです。これはものすごく多いです。さらに回数だけじゃなくて、バラエティも豊富でした。数えてみると、27種類ものジェスチャーを約1分半弱の動画の中に、エロールの中に織り混ぜていました。そして、この一覧をタイプ別に分類して、さらに自分が真似するんだったらやりやすいかっていう尺度で、レベル1から3まで分類してみた、対別してみたのが、こちらの図になります。順番に説明すると、レベル1は、自分もすでにやっているものと、少し頑張ればできそうなものです。まずは、ここにないものとか、ない概念のことを表現するために、手を使うパターンです。いわゆる、ろくろを回すっていうやつに近いやつですね。しかし、ピーターの場合は、このろくろ回しにもいろんなバラエティがあります。こうしたらちょっと小さいものだし、こうしたら、もうなんか皆さんとみたいな感じで使ってるし、あるいは角度ね、なんかこういう風にしたり、こういう風にしたり、なんかそんな感じでいろんな使い分けをしています。あとは表情とも組み合わせて、バラエティが多いです。次に、私とあなたみたいな表現です。特に、まあ私の時はこういう風にやったり、こういう風にやったり、こうできるけど、あなたの時にこういう風にやるとレンズに手が近づいて、その表現っていうのは、まあ、絵的にすごく変化があって、視聴者的に見ていてちょっとドキッとするような、そんな仕草になっていました。あとは、数字ですね。こういう2 minutes to stay とかね、これは、自分も、日頃から意識はしているんですけれども、まあ、数字をね、何らかの数字、ポイント1、ポイント2とかね、2 minutes 2分とか、そういう時に、手を使うようにするっていうのは、ちょっと映像に変化が現れます。あとはエンディングで手のひらをレンズにかざすやつ。このエンディングはね、日本でも、まあ、やりがちというか、むしろやり尽くされた感があるような、エンディング、最後の終わりですよね。これはまあよく、まあ、ジェスチャーと言えるかわかんないですけども、まあ、手を動かすことによって、映像に変化を起こすっていう、まあ、そういった手法の一つです。それから道具を登場させるやつ。こうやってね。そういったものは、ジェスチャーでは多分ないんだけど、まあ、映像的にこれもちょっとした変化をもたらす、エロールっていうちょっと退屈になりがちな部分に変化をもたらす、まあ、テクニックとして、使えますね。この動画の場合は、ピーターがケメックスをこういうふうに持ってるっていうところでした。まあ、これに関しては僕も、まあ、なるべく商品紹介とかの時は、まあ、こういう感じで手元に商品も持って、これですよみたいな、そんな感じで見せながら、かつ、まあ、もうちょっと詳細に見せたいときは B ロールを別で撮るみたいなやり方で、自分としては一応意識してやっているつもりです。レベル1の最後は指差しですね。概要欄を見てくださいとか、この動画も見てね、どっちかいつもわかんないんだけど、この動画を見てくださいみたいな、そういう指差しね、動画の外を指すというような指差しっていうのも、ピートは使っていました。次、レベル2。できないことはないと思うけど、うまくやらないと視聴者の人から、うるさい、手がうるさいとか言われちゃいそうな、アクション、ジェスチャーです。で、まず一つ目が、手遊びですね。まあ、結構なんか、ピートって、常になんか動いてて、まあ、ここら辺にあったりするんですよ。それは、まあ、いいか悪いかわかんない。よしよしあると思ってて、それこそ一番ちょっとうるさく見えちゃう部分だとは思うんだけど、ただ、逆に、こう、常にこう、リラックスしているから、何かあった時に、いつでもこうやってジェスチャーで、
動かせるっていうようなところがあるようにも見えたので、まあちょっとよしあしだなという感じです。次にピーターらしい、挨拶の時のジェスチャー、それが What's up ってやつ。まあなんかこの手の動きも含めてみんな印象にあると思うので、でこれもさっき言ったけど、あのアイドルの挨拶の時も結構なんかよくわかんないけど手の動きとかね、いろいろありますよね。だからそのちょっとした振りとしてのあのジェスチャーっていうのもうまく機能していました。それから、よくできましたってやつといいねってやつ、この2つは、自分でも全然できないことはないと思うんだけど、っていうかちょっとやってみたいなと思ったんだけど、でもやるときはすごく笑顔でイエーイ頑張ったねみたいな感じでやらないと、真顔でやったら何やってんだこいつってなっちゃうので、そこはね、あの表現も交えて、いい感じでパッションを伝えていかないといけない部分なんだろうなというふうに、まあ、セットでやっていきたいなというふうに思いました。なかなかね恥ずかしいんだけど、とても見ていて、僕はこう改めて分析していくと見ていてすごく気持ちが上がるなと思ったんで、こういうことは真似してみたいですね。次にレベル3、これがハードル高えよってやつです。でまず一つ目がね、冷静に見ると何やねんそれっていう感じのジェスチャーっていうのがありますとかあとはしばらくこうやって右手を上げながら喋ってるところとかもあるんです。あとはこの左手をスイングしながら、まあ、これ結構海外の人、アメリカの人とかやるんだけど、こうやって喋るところとかね、まあ、全部ここら辺はあんま話してる内容と関係ないっていうか、まあ、なんか勢いとかそのエモーションパッション、この自分はこんなに高まってるんだっていうことを表現するためにやってるようなジェスチャーです。で、最後に紹介するジェスチャーが一番面白くて、なんか、それも熱いパッションを示している、あの、ジェスチャーなんだけど、うーんとか、とか、あとは、スマッシュとかね、それこそもうどんどん意味が分かんない方に行く、ジェスチャーなんですけれども、そういったジェスチャーも、3回ぐらい出てきてました。ということで、せっかく勉強したことはすぐにアウトプットしないと忘れてしまいます。なので今回は果たしてこのジェスチャーを僕が取り入れて動画を作ったらどんな感じになるのか、なるべくジェスチャー入れたり、あるいは、勢いがある感じにして自分なりにね、で、ハンバーグの作り方っていうことを、まあ、チュートリアル動画の、あの、イントロの部分と、まあ、短く作ってみたので、それをちょっとこれから見てもらおうと思います。What's up? みんな、レオです。今日も見てくれてありがとう。今日のトピックはみんなも大好き、ドーン!ハンバーグの作り方です。自分で作ったことがある人もいると思うし、作ったことはないけど大好きっていう人もいっぱいいると思います。洋食屋さんで出てくるハンバーグも美味しいし、チェーンレストランで出てくるハンバーグも美味しいけど、自宅でハンバーグを作るとジューッっていう音がすごくいい音がするんで、もっと美味しく感じますよ。僕は前もハンバーグ作ったことあったんですけど、最近ネットですごい美味しいハンバーグの作り方見つけたんですよね。これみんなにも知ってほしいんです。なんできっとハンバーグを作ったことがない人には参考になるものがいっぱいあると思うし、ハンバーグを作ったことがある人にとっても何か発見することがあると思います。作り方はすごく簡単です。ひき肉を用意して、よかったら今晩一緒に作ってみてください。それじゃあ30秒で教えるシリーズスタート。ということでこんな感じです。これの撮影は昨日したんでね、1日経ったんですけれども、思い返しても恥ずかしいです。やってみて思ったのは、家でまずやると、あの日本の賃貸住宅とかでやるとね、隣の人とか上の人とかにこのでかい声量が聞こえてるんじゃないかっていうぐらい、ちょっと心配になっちゃうぐらいすごい大きい声量でやってました。なのでこれを毎回は続けられないなと。外に来てもね、こんな場所でいきなり What's up とかできないからもうやったんだけど、もう今人いないからできるけどさ、なかなか難しいなと思いました。でも一方ですごくいいところとして、まあ、今 What's up とか、さっきあそこで撮ってた時のとかもそうだけど、なんかこれやってると自分も楽しくなってきて、喋りも乗ってくる、うん、そういう感じはすごくしました。あとはまあ効果的に使うことによって、視聴者の皆さんに、とてもなんだろうな、
見ていて楽しい気持ちになる、そんな動画が作れるんじゃないかなと。エロールなんて本当にいつも編集してて思うんですけど、僕が常にこう喋ってるだけで何も変わらないじゃないですか。誰がそれだけの絵を見たいんだっていうふうに思って、いつも僕はなんかテロップ入れたりとかするんだけど、そうじゃなくて、もうなんかこうやって僕はこれからもなんかそういうジェスチャーをね、大きく入れられると、なんか見ている人にとってもなんかずっと飽きずに見ていられる、そしてまあチュートリアルみたいなものでも、モチベーションを高めて見てもらえるような動画になるのかなということを、まあ、今回よく理解しました。本当に僕ずっと前からピーター・マケノン好きで、でなんでいいんだろうなっていうことは、まあなんかキャラクターだろうなと思ってたんですけれども、キャラクターの良さっていうところが、まあ、今回キャラクター、なぜキャラクターがそれだけ現れるかっていうところが今回よく理解できたので、後半の部分のジェスチャーの部分っていうのはすごくいい分析に自分的にはなったような気がします。これからね、どれぐらい取り入れられるかわかんなくて、まあ、この動画でもなんか頑張って、多分ハンバーグの動画でも僕まだ編集してないからちゃんと見てないけど、多分そうだったと思うんだけど、ジェスチャー入れますって言いつつ、やっぱりこういうジェスチャーとか、なんか、これぐらいのジェスチャーしか多分あんまり入れられてないと思うんです。だけど、まぁ、ちょっと意識的にね、何種類も、27種類もいろんなジェスチャーを分析してみたので、なんか、使えるようにしていきたいなと思います。はい。まぁ、そんな感じで、本日の動画は以上になります。Backwards 第3回でした。また、そうだね。このバックワーズっていうシリーズはすごく精神力を削られるので、動画のアップするタイミング、感覚が、非常に空いてしまうんですけれども、まあ、やりたい。またやりたいなと思います。なんかちょっと、またいいね、事例を見つけてみたいと思いますので、まあ、もしよろしかったらまた、レコメンデーション教えてください。そんな感じで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ほら、今日も、やっぱ声出てるもんね、後半の方がね。やっぱ一回ジェスチャーやったら、やっぱこれいいかもしれないね。みたいなやついいかもしれないね。あ、そうだ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの人は、チャンネル登録ボタンを、してください。ということで、本当にバイバイ。